今日は日本最大の文化の一つである漫画、アニメ、そしてゲームについてお話ししていきましょう。アニメは日本の代表的な文化となり、国内外で多くのファンを獲得し、大きな影響力を持つ存在となっています。アニメとは、アニメーション、動画の略称で、日本には多数のアニメ制作会社があります。国内だけでなく、海外でも多くの作品が制作、放送されています。アニメを視聴する方法は主に2つあります。1つ目はネット配信です。インターネットに接続し、専用の配信サービスを契約することでアニメを視聴できます。ネット配信は基本的に有料ですが、24時間いつでも視聴可能というメリットがあります。二つ目は地上波テレビでの視聴です。テレビでも多くのアニメ作品が無料で放送されています。特に土日の夕方は人気、有名な作品が放送されることが多いです。アニメの視聴方法はこの2つが主流ですが、一部の国ではまだアニメ文化が広まっていない場合もあります。アニメには子供向けから大人向けまで様々なジャンルが存在します。例えばファンタジー、日常系、スポーツなどの定番ジャンルに加え、SF、ミステリー、グルメなど多岐にわたるテーマの作品が制作されています。アニメの原作はほとんどが漫画作品ですが、小説やゲームなどを原作とした作品も存在します。人気の高い漫画作品はアニメ化されることが多く、アニメ版の制作を目指す漫画家もたくさんいます。かつてのアニメは一部のマニアだけが楽しむものでしたが、現在では子供から大人まで幅広い世代に親しまれる娯楽となっています。アニメ制作には監督、作画スタッフ、声優など多くのスタッフが関わっています。アニメ制作において最も重要な役割を果たすのが声優です。声優とはアニメキャラクターの声を演じる専門の職業です。原則として、一人のキャラクターに一人の声優がつき、多くのキャラクターが登場するアニメでは、数多くの声優が必要となります。声優は日本でとても人気の高い職業ですが、声優になることは、とても難しいです。声を使う仕事であり、キャラクターに命を吹き込む重要な役割を担うため、美しい声質や個性的な声を持つ人でなければ、声優になることはできません。そのため、日本には、声優を目指す人々のための
専門学校が設立されるなど、多くの人が声優への道を目指しています。アニメ作品には欠かせないのがアニメソングです。アニメソングとは、アニメの開始時、オープニングや終了時、エンディングに使用される主題歌のことを指します。アニメソングは抜群のキャッチーさと勇壮さを兼ね備えており、特に若者を中心に人気が高いジャンルです。アニメの声優がアニメソングを歌う機会も増えてきています。あなたは日本の好きなアニメソングはありますか？コメントで教えてください。アニメの人気によってアニメグッズの販売も活発に行われています。キャラクターのフィギュアやクッションなど、キャラクターグッズを集めることが一つの趣味となっている人も多くいます。さらには、アニメとのコラボレーション商品も数多く発売されており、キャラクターがプリントされた T シャツやアクセサリーなどのファッション雑貨も大変人気です。このようにアニメは単なる娯楽の枠を超え、食品、スポーツ、観光など様々な分野とのコラボレーションが行われるなど、日本社会に大きな影響を及ぼす存在となっています。一方で、日本の漫画も昔から様々な年齢層から親しまれています。子供向けから大人向けまで楽しめるたくさんの漫画が存在します。主に少年漫画、少女漫画、青年漫画の3つのジャンルに分かれます。中でも少年漫画は最も人気が高く、友情、努力、勝利をテーマにした作品が多数あります。もともとは小学生から高校生を対象としていたものの、最近では読者層の幅を広げ、少年だけでなく20代以上の大人も魅了する作品が増えています。人気作品となれば、アニメ化されることも少なくありません。少年漫画は子供だけでなく、大人や女性からも幅広い人気を博しています。次に、少女漫画です。少女漫画は女性読者を主なターゲットとしており、主要なテーマは恋愛です。男女の恋愛模様や切ないラブストーリーを描いた作品が数多く存在します。純愛から禁断の恋まで様々な恋愛を取り上げ、読者の胸キュンを狙った作品が人気です。現実世界での共感できる内容から非現実的な憧れるようなストーリー展開など、一度読み始めると夢中になれるような内容になっています。最後に青年漫画です。青年とは少年よりも年齢が高い読者層を指します。青年漫画とは、少年漫画よりも上の年齢層を対象とした漫画です。
しかし、最近では若い人や女性の読者も増え、少年漫画、少女漫画もしくは女性漫画との境界も薄れつつあります。青年漫画のテーマはビジネスやギャンブル、激しいバトルなど、大人の男性向けの作風が特徴です。漫画には様々なジャンルが存在します。漫画のジャンルをいくつか紹介していきますね。まずはバトル漫画です。戦闘シーンが多く、迫力ある描写が特徴です。最近では特殊能力を使ったバトルや頭脳戦が主流になってきています。異世界転生やチート能力を持つ主人公が活躍するバトル漫画も人気です。現実世界を舞台にした格闘漫画やスポーツ漫画なども人気のバトル漫画ジャンルです。人気作品の代表としてドラゴンボールやワンピース、ナルトなどがあります。次にファンタジー漫画です。ファンタジー漫画には魔法や異世界などの非現実的な要素が登場します。主人公が冒険や戦いを通して成長していくストーリー展開のものが多いです。現実とはかけ離れた空想上の世界を舞台に、現実では体験できない非日常的な世界観に引き込まれます。現実にはない非日常的な要素を描くことで、読者の想像力を刺激します。魔法や冒険、異世界への憧れを感じながら、物語に引き込まれていくのが魅力と言えるでしょう。そしてギャグ漫画です。ギャグ漫画は基本的に笑いを第一の目的とした作品です。ストーリー性やバトルシーンよりも、どれだけ読者を笑わせられるかが重視されます。登場人物の個性的なキャラクターが魅力的で、時代を超えて愛されるロングセラー作品も多数あります。比較的気軽に読めるので、小休憩の際などにぴったりのジャンルだと言えるでしょう。次は SF 漫画のジャンルです。SF 漫画は科学的な要素や未来の技術を背景に物語が展開されます。宇宙、ロボット、タイムトラベルなどの SF モチーフが登場し、人間の可能性や倫理的な問題を探求するテーマが多いです。科学の暴走によって人類が滅亡してしまうような世界観を描いた作品もあり、良くも悪くも科学技術の両面を提示するのが SF 漫画の特徴です。続いてスポーツ漫画のジャンルです。野球、サッカー、テニスなど、様々なスポーツをモチーフにした作品が存在します。単なるスポーツの試合そのものを描くだけでなく、選手の成長や努力、チームメイトとの絆、ライバルとの熱い戦いなども大きなテーマとなります。
日本では特に野球やサッカーを題材にした作品が多数あり、スポーツ漫画はスポーツ文化の発展にも影響を与えている分野です。例えば、人気作品を読んで実際にスポーツを始めるきっかけになった人も多くいます。私もテニスの王子様というテニス漫画を読んでテニスを始めました。次にミステリー漫画のジャンルです。ミステリーとは事件や謎解きがメインテーマとなる作品の総称です。本格的な推理や謎解きや予想外のトリックに驚くこともとても多いです。日常系から特殊設定までいろんなテーマで謎解きが展開されます。高度な思考力が必要なため、頭を使うのが好きな人に特に人気があります。単なる謎解き自体の面白さだけでなく、犯人の心理や動機にも踏み込んだ作品もあり、探偵物ならではの味わいがあります。個性的な探偵キャラクターに魅了されることも多いです。グルメ漫画は食べ物や料理をメインテーマにした作品のことです。食への情熱や人間関係が物語の中心となります。主な見どころは美味しそうな料理の描写ですが、料理人の人生や料理に関する専門的な知識なども詳しく描かれています。読者の食欲をそそるリアルな描写が魅力的で、一定の知識が身につくこともあり、実用的な面でも楽しめるジャンルと言えるでしょう。最後に、恋愛漫画のジャンルについてです。男女の恋愛模様を中心に、片思い、三角関係など、様々なパターンの恋愛が描かれています。キャラクターの心理描写が重要視され、思わせぶりなセリフや行動にも注目が集まります。恋愛の始まりから発展、葛藤、結末までを描きます。読者は登場人物に感情移入しながら、切ない思いや胸キュンするシーンを楽しめるのが恋愛漫画の魅力です。現実離れした理想的な恋愛からリアルな恋愛まで、幅広いジャンルがあります。実際には複数のジャンルを組み合わせた作品も多数存在します。新旧のジャンルを組み合わせることで斬新な作品が生み出されるのも漫画の面白さの一つだと言えるでしょう。漫画を読む方法は主に二つあります。一つ目が雑誌や単行本といった紙媒体での閲覧です。漫画は最初に漫画雑誌に連載されます。雑誌には多数の作品が掲載され、週刊や月刊といった種類があり、定期的に発行されています。連載中の作品は少しずつしか読めないため、ある程度の人気が出ると単行本として一気に読める形で発売されます。
単行本は自分のペースでまとめて読めるメリットがあるので、気になった作品をすぐに読みたい人におすすめです。二つ目がデジタル端末を使ったネット上での閲覧です。従来は紙媒体が主流でしたが、近年ではスマートフォンやタブレットの普及に伴い、ネットで漫画を読む人が増えてきました。ネットでは気軽に様々な作品を手に入れられるというメリットがあります。中にはネット上での連載のみで、紙媒体は発行されていない作品もあり、ネットで人気が出れば単行本化されるケースもあります。現代ではネット上での漫画公開が手軽にできるため、プロの漫画家を目指す人にもチャンスがあります。漫画は日本社会に大きな影響を与えている娯楽メディアで、幅広い年代の人に親しまれ、共通の話題となっています。単に読むだけでなく、人気作品ではアニメ化や様々な分野とのコラボレーション商品化が行われるなど、活用の幅は広がっています。特にアニメ化は、漫画家にとって大きな目標の一つです。アニメ化によってさらに多くの人に作品が知られることになります。漫画には娯楽以外にも歴史や科学など教育的な知識を得ることのできる作品も存在し、勉強が苦手な人でも漫画なら気軽に学べるメリットがあります。次にゲームについて見ていきましょう。日本はゲーム文化が非常に盛んな国で、子供から大人まで幅広い年齢層の人々がゲームを楽しんでいます。日本にはゲームの大手企業である任天堂やソニーなどが存在し、国内には多数のゲーム会社が集まっています。これらの企業から毎年多くの新作ゲームがリリースされており、ゲームタイトルの種類も豊富です。ゲームには大きく分けていくつかの主要なジャンルがあります。ここでは代表的なジャンルについて紹介します。まず、RPG のジャンルです。プレイヤーは作品の主人公となり、仮想の世界の中で物語を進めながら冒険を楽しみます。プレイヤーが操作するキャラクターを成長させ、仲間を集めたり、敵を倒していく必要があります。キャラクターの成長や物語の展開に夢中になれることや、仲間や敵キャラクターとの関係性を楽しむことができます。キャラクターの育成や武器、防具などのアイテム収集といった要素も欠かせません。RPG は王道のゲームジャンルで多くの名作が存在します。人気な作品としてドラゴンクエストやファイナルファンタジー、ゼルダの伝説などが挙げられます。
次にアクションゲームのジャンルです。プレイヤーの手際の良さが問われるジャンルで、ジャンプや攻撃など様々な操作を駆使して敵を倒したり、ステージを攻略したりします。アクションゲームの醍醐味は、爽快感とスリルにあります。特に強敵であるボスキャラクターとの壮絶な戦いは、ボスを倒した時の達成感が何とも言えず、心躍るゲームの魅力です。そしてアドベンチャーゲームのジャンルです。物語性や謎解きが重視されるジャンルで、プレイヤーは作品の主人公となり、ストーリーを進めながら登場キャラクターと会話をしたり、アイテムを見つけたりします。プレイヤーの選択する選択肢によって、物語の展開が変わってくるのが特徴です。そのため、何度もゲームをやり込み、様々なストーリー展開を楽しむことができるのも面白さの一つです。次はレースゲームです。レースゲームは自動車やバイク、ボートなどの乗り物を使って設定されたコースを走り抜くゲームジャンルです。レースゲームの最大の魅力は、現実では体験できないような過激な運転を仮想空間の中で堪能できることにあります。プレイヤーはコースの特性を熟知し、カーブの手前で適切なタイミングでブレーキを踏んだり、直線区間では全開でアクセルを踏み込んだりと、臨場感あふれる操作が求められます。運転の達人ならではのテクニックを存分に発揮できるのがレースゲームの醍醐味です。音楽ゲームも大変人気なジャンルです。音楽ゲームはリズムに合わせてタイミングよくボタン操作やモーション操作をするゲームジャンルです。音楽が好きな人にとっては最高の娯楽と言えるでしょう。ゲーム中では自分の好きな音楽に合わせて全身を動かすことができ、音楽に酔いしれることができます。上級者になれば、高得点を狙って、より精度の高い操作を求められ、いわばリズム感とスピード感を競うこともできます。ただし、音楽ゲームは他のジャンルに比べてリズム感が大変重要になるため、そういった才能に恵まれていない人は、苦手意識を持つ場合もあります。その点が、このジャンルの特徴的な面とも言えるでしょう。次は、ホラーゲームです。ホラーゲームは、プレイヤーに恐怖や不安を感じさせることが大きな特徴のゲームジャンルです。ゲーム内の不気味で怖い雰囲気の中で、プレイヤーは怪物や幽霊から逃げ回ったり、恐ろしい謎を解いていく必要があります。ホラーゲームの最大の魅力は、その凄まじい緊張感と恐怖体験にあります。仮想世界の中でありながら、立ちはだかる敵から命からがら逃げ回る
緊迫したシチュエーションに身を置くことができます。不気味な演出や BGM など、ホラーゲーム特有の要素が怖さを増幅させ、他のジャンルでは味わえない特別な恐怖体験を楽しめます。まさにホラーゲームはプレイヤーが恐怖そのものを楽しむことのできる唯一無二のゲームジャンルだと言えるでしょう。ただし、緊張感や恐怖耐性に個人差があり、すべてのプレイヤーが楽しめるジャンルではないかもしれません。それでも、ホラーゲームは臨場感あふれる恐怖体験をゲームの中で味わえるという点で、ファンに支持される人気ジャンルなのです。シューティングゲームもとても楽しいです。シューティングゲームは画面上に次々と現れる敵を銃器で撃ち抜いていくゲームジャンルです。シューティングゲームの最大の魅力はその爽快感にあります。ゲーム内では頻繁に敵が出現し、プレイヤーはそれらを次々とスピーディーに撃ち抜いていく必要があります。敵を一発一発的確に射撃していく快感は格別です。たくさんの敵を一掃した時の達成感も狙いどころの一つです。さらに、シューティングゲームではより高いスコアを狙ってゲームにのめり込むこともできます。一定以上のスコアを出せば、新たなステージやモードが開放されたりと、高得点を狙う楽しみ方もできます。ゲームの操作性が命になるシューティングゲームは、アクションゲームと同様に、プレイヤーの手先の器用さが大きく問われるジャンルです。一方、シュミレーションゲームは、現実世界の出来事や事象をゲーム内で再現、模擬するジャンルです。プレイヤーは、都市開発や農場経営、交通システム運営など様々な分野の体験ができるゲームが存在します。シュミレーションゲームはアクションゲームとは対照的にゲーム内での駆け引きや戦略的思考が重視されます。プレイヤーは状況を冷静に分析し、様々な要素を考慮した上で判断する必要があります。つまり、的確な策を立ててから行動に移すことが肝心なのです。以上がゲームの主なジャンル分けの一例になります。近年、オンラインゲームが人気のジャンルとして急速に人気になりました。オンラインゲームとは、インターネットを介して世界中のプレイヤーとゲームをするものです。単にゲームを楽しむだけでなく、気の合う仲間と交流を深めることができるのが大きな魅力です。オンラインゲーム内での出会いをきっかけに、リアルの友人や恋人関係に発展することさえあり、ゲームを通じた
新たな人間関係の構築が可能となっています。つまり、オンラインゲームは世界中の人々とつながり、交流できるユニークな娯楽なのです。また、ゲーム業界では他の分野とのコラボレーションが盛んに行われています。中でも代表的なのが、人気アニメや漫画作品を原作としたゲーム作品の制作です。原作の世界観やキャラクターを生かしたゲームは、コンテンツのファンから熱い支持を集めています。さらに、ゲームそのものをテーマにしたテーマパークの設立や大型イベントの開催など、ゲームを一つの文化と捉えた取り組みも増えてきました。それだけではなく、e スポーツと呼ばれるゲームを使った本格的なスポーツ競技が注目を集めています。e スポーツでは、プロゲーマーと呼ばれる職業選手が存在し、長時間の練習を重ねて、様々な大会で優勝を目指しています。優れた実力を持つプロゲーマーは、賞金や商品、スポンサー収入などで、ゲームプレイそのものから生計を立てることができます。ゲームを通じて、職業として生きていく選手もいるほどに、e スポーツは、確固たる地位を確立しつつあります。このようにゲームは単なる娯楽を超えた文化的価値を持つ存在になりつつあり、その影響力は年々大きくなっていますね。動画を見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると、もっと動画を作る励みになります。また、この動画の感想をコメント欄で教えてくださいね。今日は日本最大の文化の一つである漫画、アニメ、そしてゲームについてお話ししていきましょう。アニメは日本の代表的な文化となり、国内外で多くのファンを獲得し、大きな影響力を持つ存在となっています。アニメとは、アニメーション、動画の略称で、日本には多数のアニメ制作会社があります。国内だけでなく、海外でも多くの作品が制作、放送されています。アニメを視聴する方法は主に2つあります。1つ目はネット配信です。インターネットに接続し、専用の配信サービスを契約することでアニメを視聴できます。ネット配信は基本的に有料ですが、24時間いつでも視聴可能というメリットがあります。二つ目は地上波テレビでの視聴です。テレビでも多くのアニメ作品が無料で放送されています。特に土日の夕方は人気、有名な作品が放送されることが多いです。アニメの視聴方法はこの2つが主流ですが、一部の国ではまだアニメ文化が
広まっていない場合もあります。アニメには子供向けから大人向けまで様々なジャンルが存在します。例えばファンタジー、日常系、スポーツなどの定番ジャンルに加え、SF、ミステリー、グルメなど多岐にわたるテーマの作品が制作されています。アニメの原作はほとんどが漫画作品ですが、小説やゲームなどを原作とした作品も存在します。人気の高い漫画作品はアニメ化されることが多く、アニメ版の制作を目指す漫画家もたくさんいます。かつてのアニメは一部のマニアだけが楽しむものでしたが、現在では子供から大人まで幅広い世代に親しまれる娯楽となっています。アニメ制作には監督、作画スタッフ、声優など多くのスタッフが関わっています。アニメ制作において最も重要な役割を果たすのが声優です。声優とはアニメキャラクターの声を演じる専門の職業です。原則として一人のキャラクターに一人の声優がつき、多くのキャラクターが登場するアニメでは、数多くの声優が必要となります。声優は日本でとても人気の高い職業ですが、声優になることはとても難しいです。声を使う仕事であり、キャラクターに命を吹き込む重要な役割を担うため、美しい声質や個性的な声を持つ人でなければ声優になることはできません。そのため、日本には声優を目指す人々のための専門学校が設立されるなど、多くの人が声優への道を目指しています。アニメ作品には欠かせないのがアニメソングです。アニメソングとは、アニメの開始時、オープニングや終了時、エンディングに使用される主題歌のことを指します。アニメソングは抜群のキャッチーさと勇壮さを兼ね備えており、特に若者を中心に人気が高いジャンルです。アニメの声優がアニメソングを歌う機会も増えてきています。あなたは日本の好きなアニメソングはありますか？コメントで教えてください。アニメの人気によってアニメグッズの販売も活発に行われています。キャラクターのフィギュアやクッションなどキャラクターグッズを集めることが一つの趣味となっている人も多くいます。さらにはアニメとのコラボレーション商品も数多く発売されており、キャラクターがプリントされた T シャツやアクセサリーなどのファッション雑貨も大変人気です。このようにアニメは単なる娯楽の枠を超え、食品、スポーツ、観光など様々な分野とのコラボレーションが行われるなど、日本社会に大きな影響を及ぼす存在となっています。一方で、日本の漫画も昔から様々な年齢層から親しまれています。子供向けから大人向けまで楽しめるたくさんの漫画が存在します。主に少年漫画、少女漫画、青年漫画の3つのジャンルに分かれます。
中でも少年漫画は最も人気が高く、友情、努力、勝利をテーマにした作品が多数あります。もともとは小学生から高校生を対象としていたものの、最近では読者層の幅を広げ、少年だけでなく20代以上の大人も魅了する作品が増えています。人気作品となればアニメ化されることも少なくありません。少年漫画は子供だけでなく大人や女性からも幅広い人気を博しています。次に少女漫画です。少女漫画は女性読者を主なターゲットとしており、主要なテーマは恋愛です。男女の恋愛模様や切ないラブストーリーを描いた作品が数多く存在します。純愛から禁断の恋まで様々な恋愛を取り上げ、読者の胸キュンを狙った作品が人気です。現実世界での共感できる内容から非現実的な憧れるようなストーリー展開など、一度読み始めると夢中になれるような内容になっています。最後に、青年漫画です。青年とは、少年よりも年齢が高い読者層を指します。青年漫画とは、少年漫画よりも上の年齢層を対象とした漫画です。しかし、最近では若い人や女性の読者も増え、少年漫画、少女漫画もしくは女性漫画との境界も薄れつつあります。青年漫画のテーマはビジネスやギャンブル、激しいバトルなど、大人の男性向けの作風が特徴です。漫画には様々なジャンルが存在します。漫画のジャンルをいくつか紹介していきますね。まずはバトル漫画です。戦闘シーンが多く、迫力ある描写が特徴です。最近では特殊能力を使ったバトルや頭脳戦が主流になってきています。異世界転生やチート能力を持つ主人公が活躍するバトル漫画も人気です。現実世界を舞台にした格闘漫画やスポーツ漫画なども人気のバトル漫画ジャンルです。人気作品の代表としてドラゴンボールやワンピース、ナルトなどがあります。次にファンタジー漫画です。ファンタジー漫画には、魔法や異世界などの非現実的な要素が登場します。主人公が冒険や戦いを通して成長していくストーリー展開のものが多いです。現実とはかけ離れた空想上の世界を舞台に、現実では体験できない非日常的な世界観に引き込まれます。現実にはない非日常的な要素を描くことで、読者の想像力を刺激します。魔法や冒険、異世界への憧れを感じながら、物語に引き込まれていくのが魅力と言えるでしょう。そしてギャグ漫画です。ギャグ漫画は基本的に笑いを第一の目的とした作品です。ストーリー性やバトルシーンよりもどれだけ読者を笑わせられるかが重視されます。登場人物の個性的なキャラクターが魅力的で、
時代を超えて愛されるロングセラー作品も多数あります。比較的気軽に読めるので、小休憩の際などにぴったりのジャンルだと言えるでしょう。次は SF 漫画のジャンルです。SF 漫画は科学的な要素や未来の技術を背景に物語が展開されます。宇宙、ロボット、タイムトラベルなどの SF モチーフが登場し、人間の可能性や倫理的な問題を探求するテーマが多いです。科学の暴走によって人類が滅亡してしまうような世界観を描いた作品もあり、良くも悪くも科学技術の両面を提示するのが SF 漫画の特徴です。続いてスポーツ漫画のジャンルです。野球、サッカー、テニスなど様々なスポーツをモチーフにした作品が存在します。単なるスポーツの試合そのものを描くだけでなく、選手の成長や努力、チームメイトとの絆、ライバルとの熱い戦いなども大きなテーマとなります。日本では特に野球やサッカーを題材にした作品が多数あり、スポーツ漫画はスポーツ文化の発展にも影響を与えている分野です。例えば人気作品を読んで実際にスポーツを始めるきっかけになった人も多くいます。私もテニスの王子様というテニス漫画を読んでテニスを始めました。次にミステリー漫画のジャンルです。ミステリーとは事件や謎解きがメインテーマとなる作品の総称です。本格的な推理や謎解きや予想外のトリックに驚くこともとても多いです。日常系から特殊設定まで、いろんなテーマで謎解きが展開されます。高度な思考力が必要なため、頭を使うのが好きな人に特に人気があります。単なる謎解き自体の面白さだけでなく、犯人の心理や動機にも踏み込んだ作品もあり、探偵ものならではの味わいがあります。個性的な探偵キャラクターに魅了されることも多いです。グルメ漫画は食べ物や料理をメインテーマにした作品のことです。食への情熱や人間関係が物語の中心となります。主な見どころは美味しそうな料理の描写ですが、料理人の人生や料理に関する専門的な知識なども詳しく描かれています。読者の食欲をそそるリアルな描写が魅力的で、一定の知識が身につくこともあり、実用的な面でも楽しめるジャンルと言えるでしょう。最後に恋愛漫画のジャンルについてです。男女の恋愛模様を中心に、片思い、三角関係など、様々なパターンの恋愛が描かれています。キャラクターの心理描写が重要視され、思わせぶりなセリフや行動にも注目が集まります。恋愛の始まりから発展、葛藤、結末までを描きます。読者は登場人物に感情移入しながら、切ない思いや胸キュンするシーンを楽しめるのが恋愛漫画の魅力です。現実離れした
理想的な恋愛からリアルな恋愛まで幅広いジャンルがあります。実際には複数のジャンルを組み合わせた作品も多数存在します。新旧のジャンルを組み合わせることで斬新な作品が生み出されるのも漫画の面白さの一つだと言えるでしょう。漫画を読む方法は主に二つあります。一つ目が雑誌や単行本といった紙媒体での閲覧です。漫画は最初に漫画雑誌に連載されます。雑誌には多数の作品が掲載され、週刊や月刊といった種類があり、定期的に発行されています。連載中の作品は少しずつしか読めないため、ある程度の人気が出ると、単行本として一気に読める形で発売されます。単行本は自分のペースでまとめて読めるメリットがあるので、気になった作品をすぐに読みたい人におすすめです。二つ目がデジタル端末を使ったネット上での閲覧です。従来は紙媒体が主流でしたが、近年ではスマートフォンやタブレットの普及に伴い、ネットで漫画を読む人が増えてきました。ネットでは気軽に様々な作品を手に入れられるというメリットがあります。中にはネット上での連載のみで紙媒体は発行されていない作品もあり、ネットで人気が出れば単行本化されるケースもあります。現代ではネット上での漫画公開が手軽にできるため、プロの漫画家を目指す人にもチャンスがあります。漫画は日本社会に大きな影響を与えている娯楽メディアで、幅広い年代の人に親しまれ、共通の話題となっています。単に読むだけでなく、人気作品ではアニメ化や様々な分野とのコラボレーション商品化が行われるなど、活用の幅は広がっています。特にアニメ化は漫画家にとって大きな目標の一つです。アニメ化によってさらに多くの人に作品が知られることになります。漫画には娯楽以外にも歴史や科学など教育的な知識を得ることのできる作品も存在し、勉強が苦手な人でも漫画なら気軽に学べるメリットがあります。次にゲームについて見ていきましょう。日本はゲーム文化が非常に盛んな国で、子供から大人まで幅広い年齢層の人々がゲームを楽しんでいます。日本にはゲームの大手企業である任天堂やソニーなどが存在し、国内には多数のゲーム会社が集まっています。これらの企業から毎年多くの新作ゲームがリリースされており、ゲームタイトルの種類も豊富です。ゲームには大きく分けていくつかの主要なジャンルがあります。ここでは代表的なジャンルについて紹介します。まず、RPG のジャンルです。プレイヤーは作品の主人公となり、仮想の世界の中で物語を進めながら冒険を楽しみます。プレイヤーが操作するキャラクターを成長させ、仲間を集めたり、
敵を倒していく必要があります。キャラクターの成長や物語の展開に夢中になれることや、仲間や敵キャラクターとの関係性を楽しむことができます。キャラクターの育成や武器、防具などのアイテム収集といった要素も欠かせません。RPG は王道のゲームジャンルで多くの名作が存在します。人気な作品としてドラゴンクエストやファイナルファンタジー、ゼルダの伝説などが挙げられます。次にアクションゲームのジャンルです。プレイヤーの手際の良さが問われるジャンルで、ジャンプや攻撃など様々な操作を駆使して敵を倒したり、ステージを攻略したりします。アクションゲームの醍醐味は、爽快感とスリルにあります。特に強敵であるボスキャラクターとの壮絶な戦いは、ボスを倒した時の達成感が何とも言えず、心躍るゲームの魅力です。そして、アドベンチャーゲームのジャンルです。物語性や謎解きが重視されるジャンルで、プレイヤーは作品の主人公となり、ストーリーを進めながら登場キャラクターと会話をしたり、アイテムを見つけたりします。プレイヤーの選択する選択肢によって、物語の展開が変わってくるのが特徴です。そのため、何度もゲームをやり込み、様々なストーリー展開を楽しむことができるのも面白さの一つです。次はレースゲームです。レースゲームは自動車やバイク、ボートなどの乗り物を使って設定されたコースを走り抜くゲームジャンルです。レースゲームの最大の魅力は現実では体験できないような過激な運転を仮想空間の中で堪能できることにあります。プレイヤーはコースの特性を熟知し、カーブの手前で適切なタイミングでブレーキを踏んだり、直線区間では全開でアクセルを踏み込んだりと、臨場感あふれる操作が求められます。運転の達人ならではのテクニックを存分に発揮できるのがレースゲームの醍醐味です。音楽ゲームも大変人気なジャンルです。音楽ゲームはリズムに合わせてタイミングよくボタン操作やモーション操作をするゲームジャンルです。音楽が好きな人にとっては最高の娯楽と言えるでしょう。ゲーム中では自分の好きな音楽に合わせて全身を動かすことができ、音楽に酔いしれることができます。上級者になれば高得点を狙ってより精度の高い操作を求められ、いわばリズム感とスピード感を競うこともできます。ただし、音楽ゲームは他のジャンルに比べてリズム感が大変重要になるため、そういった才能に恵まれていない人は苦手意識を持つ場合もあります。その点がこのジャンルの特徴的な面とも言えるでしょう。次はホラーゲームです。ホラーゲームはプレイヤーに恐怖や不安を感じさせることが大きな特徴のゲームジャンルです。ゲーム内の不気味で怖い雰囲気の中で、プレイヤーは怪物や幽霊から逃げ回ったり、恐ろしい謎を
解いていく必要があります。ホラーゲームの最大の魅力は、その凄まじい緊張感と恐怖体験にあります。仮想世界の中でありながら、立ちはだかる敵から命からがら逃げ回る緊迫したシチュエーションに身を置くことができます。不気味な演出や BGM など、ホラーゲーム特有の要素が怖さを増幅させ、他のジャンルでは味わえない特別な恐怖体験を楽しめます。まさにホラーゲームは、プレイヤーが恐怖そのものを楽しむことのできる唯一無二のゲームジャンルだと言えるでしょう。ただし、緊張感や恐怖耐性に個人差があり、すべてのプレイヤーが楽しめるジャンルではないかもしれません。それでもホラーゲームは臨場感あふれる恐怖体験をゲームの中で味わえるという点でファンに支持される人気ジャンルなのです。シューティングゲームもとても楽しいです。シューティングゲームは、画面上に次々と現れる敵を銃器で撃ち抜いていくゲームジャンルです。シューティングゲームの最大の魅力は、その爽快感にあります。ゲーム内では、頻繁に敵が出現し、プレイヤーはそれらを次々とスピーディーに撃ち抜いていく必要があります。敵を一発一発、的確に射撃していく快感は格別です。たくさんの敵を一掃した時の達成感も狙いどころの一つです。さらにシューティングゲームでは、より高いスコアを狙ってゲームにのめり込むこともできます。一定以上のスコアを出せば、新たなステージやモードが解放されたりと、高得点を狙う楽しみ方もできます。ゲームの操作性が命になるシューティングゲームは、アクションゲームと同様に、プレイヤーの手先の器用さが大きく問われるジャンルです。一方、シミュレーションゲームは、現実世界の出来事や事象をゲーム内で再現、模擬するジャンルです。プレイヤーは都市開発や農場経営、交通システム運営など様々な分野の体験ができるゲームが存在します。シミュレーションゲームはアクションゲームとは対照的に、ゲーム内での駆け引きや戦略的思考が重視されます。プレイヤーは状況を冷静に分析し、様々な要素を考慮した上で判断する必要があります。つまり、的確な策を立ててから行動に移すことが肝心なのです。以上がゲームの主なジャンル分けの一例になります。近年、オンラインゲームが人気のジャンルとして急速に人気になりました。オンラインゲームとは、インターネットを介して世界中のプレイヤーとゲームをするものです。単にゲームを楽しむだけでなく、気の合う仲間と交流を深めることができるのが大きな魅力です。オンラインゲーム内での出会いをきっかけに、リアルの友人や恋人関係に発展することさえあり、ゲームを通じた新たな人間関係の構築が可能となっています。
つまり、オンラインゲームは世界中の人々とつながり、交流できるユニークな娯楽なのです。また、ゲーム業界では他の分野とのコラボレーションが盛んに行われています。中でも代表的なのが、人気アニメや漫画作品を原作としたゲーム作品の制作です。原作の世界観やキャラクターを生かしたゲームは、コンテンツのファンから熱い支持を集めています。さらに、ゲームそのものをテーマにしたテーマパークの設立や、大型イベントの開催など、ゲームを一つの文化と捉えた取り組みも増えてきました。それだけではなく、e スポーツと呼ばれるゲームを使った本格的なスポーツ競技が注目を集めています。e スポーツでは、プロゲーマーと呼ばれる職業選手が存在し、長時間の練習を重ねて、様々な大会で優勝を目指しています。優れた実力を持つプロゲーマーは、賞金や商品、スポンサー収入などで、ゲームプレイそのものから生計を立てることができます。ゲームを通じて、職業として生きていく選手もいるほどに、e スポーツは確固たる地位を確立しつつあります。このように、ゲームは単なる娯楽を超えた文化的価値を持つ存在になりつつあり、その影響力は年々大きくなっていますね。動画を見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると、もっと動画を作る励みになります。また、この動画の感想をコメント欄で教えてくださいね。